皆さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回は新潟記念の予想したいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は5歳馬が4勝して2着4回、それに続くのは4歳馬で2勝して2着3回となっています。3歳馬は頭数自体も少なく、馬券に絡んだのは3年前に勝ったブラストワンピースだけですので、3歳で筋量が軽いからといってそこまで当てにはできません。また54キロから57キロあたりに好走する馬が集中していて、トップハンデの 57.5 キロ以上ですとか最軽量の53キロ以下の馬というのはそこまで馬券に絡む割合は高くありません。負担重量の大きいザダルやトーセンスーリア、反対に重量の軽いクラベルやパルティアーモ、ラーゴムにとってはやや気になるデータとなりました。そして前走重賞組が9勝して2着8回、その中でもサマー2000シリーズに該当する小倉記念ですとか七夕賞、函館記念で馬券に絡む馬の半分以上を構成しています。一方でオープン特別や準オープンを勝ってここに進んできた馬たちはどちらかというと少数派です。特にオープン特別からはわずか2頭だけしか馬券に食い込んでいませんので、しかもどちらも13番人気の馬でしたので、高配当は提供してくれたものの確率的には極めて低く、レッドサイオンにパルティアーモ、マイネルサーパスのオープン組にとっては少し嫌なデータとなりました。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は2勝して2着も2回、4番人気が極度の不振で5番人気以下で5勝と、穴馬たちの活躍もぼちぼち目立っています。単勝10倍以上の馬が3着までを独占することが2回もあり、5番人気以内の 1,2,3 が10年中2回だけしかないなど、とにかく人気サイドには収まってくれません。馬連の最低配当は3年前の 12.5 倍がありますが、3連複は10年中8年が万馬券、最低配当でも2014年の 63.4 倍とハンデ戦なだけになかなか順当には決まらない様子になっています。ですので人気馬から買うようでしたら穴馬にも流したり、あえて勇気を出して人気馬の一部を外すと、そういうことはあまりにもやりにくいんですけれども、とにかく小点数でズバリと仕留めるのにはかなり難解なレースとなっています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はザダルです。前走は脚部不安明けで12キロのプラス体重ながら上がりタイム2位の素足で優勝しました。外枠だっただけに結構余分に走らされましたので、最後は甘くなりましたが左回りで3勝、新潟でも 1800m でのオープン戦の価値がありますから実績も十分。何よりこの馬の一番の苦手とする暑さがここに来て弱くなってきましたので、それも追い風になりそうです。この馬は手前の変え方がすごくぎこちなくて、あの川田騎手ですら手こずりましたが、今回は慣れている石橋騎手が継続して騎乗します。その点もプラスになると思って軸としています。そして対抗はクラベル。重賞勝ちこそありませんが、前走では最後の末脚勝負でボッキリーニなどの重賞勝ち馬をかわし去りました。この客室にしてから安定感が出ているようで、今回も末足にかけるようですが、前が崩れる展開を待たないといけませんし、中段の経済コースも選択肢としてありますが、3戦連続の外枠ということで相性はいいんですけれども、また同じ作戦を取らざるを得ないようです。安定感のある走りぶりですが、作戦に縛りがある分対抗までとしました。以下ノーザンファーム勢が3年連続でワンツーフィニッシュをしていますから、上位決闘のノーザンファーム生産馬が主流となりそうですけれども、あまり牝馬や3歳4歳を優遇するわけでもなく、見送る馬はある程度います。そして人気の一角のトーセンスーリアですが、サマーシリーズのタイトルもかかってますし高速時計でも対応は可能なんですが、歴代の上位馬が記録したような早い上がりタイムを金層は出せていませんので、抑えはしますけれども評価はやや控えめとしたいと思います。それでは買い目です。ザダルからの3連複です。
この馬の切れ味に早い段階から注目していた石橋周騎手ですが、前走でコンビ復活とともに重賞制覇を果たしてくれました。ベストなコンビで叩き2走目も良い走りを披露してもらいたいところです。以上、新潟記念の予想でした。続いては小倉2歳ステークスの予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。勝ち馬は先行馬が8勝して2着4回、追い込み馬が厳しいのはまだわかるんですけれども、逃げ馬がベルカントの2着1回だけということで、最後まで押し切るということはかなり至難の技のようです。また前走1番人気が7勝して2着7回、前走5番人気以下だった馬はここではなかなか馬券に絡んでくれません。新馬戦を人気薄で勝ってしまった馬たちにとっては、ここでも続けて通用するとは限らないようです。そして1ヶ月以内に出走しても4勝して2着も7回、中には連投で馬券に絡んだ馬もいるということで、8月の小倉開催で新馬勝ちを収めた馬でも夏負けせずにここにエントリーしてきた馬たちは2走落ちしない限りは力を出せているということで、たとえ出走間隔が短くともそこまで気にする必要はなさそうです。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は2勝して2着は4回、2番人気が4勝して2着1回と頭一つ抜けています。15番人気の大宮アリスが勝った年以外は全て1番人気から3番人気が勝利を収めていて、人気差の決着も多いんですが、2着3着に大穴が絡んで高配当という場面も結構見られています。単勝じゃない、生まれの10倍以内は3度あるものの、反対に万馬券も2回ありますし、3連複の万馬券は6回、3連単の10万馬券オーバーは3回ですけれども、最近5年中4年で単勝10倍以上の馬が馬券に絡んでいるところはちょっと気になるところ。ただ今年は10頭立てですので、ある程度点数を絞らないといけませんが、穴馬の一発もないとは限らないようです。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はスリーパーダです。1200m 戦で登場するには超意外な良血ですけれども、馬体は400キロに行くか行かないかの小柄な体、どうしても他の馬と比べると華奢にも見えますが、スピード自体なら負けていません。何よりまだ荒削りながらも我慢もきちんと効いて高い能力も見せてくれています。先ほどご紹介した通り、前にいる馬が前頭残りやしませんので、決め手を持っている馬というのは抑えておきたいところ。後半部分の巻き返しに期待したいところです。そして対抗はインプロバイザー。中距小倉とレースを使ってきましたが、2戦目は新馬戦から一気に3秒も時計を縮めてきました。この時計は7月最初の高速ボーナーのものですので、馬場差を考えないといけませんけれども、販路で追われていくうちにどんどん力がついてきたようで、この馬も決め手が来てきそうです。その上でそこまで人気もなさそうですから、抑えておきたいところ。大人支給者も2歳重賞は浅草元気やダンビライトで上位進出も結構ありますから、他の厩舎よりもはるかに高い経験値もアドバンテージとなりそうです。以下、人気の湘南マッハはスピード以外にもパワーも持ち合わせていますので、開催最終週のババナだけに抑えておきたいところですし、8枠2頭もビジネスマンばりの出張頻度のナムラクエアと、前走ダートを使ったアネゴハダというちょっと不利なデータを持っている2頭なんですが、今年は小頭数ですので、こういう時こそチャンス到来かと思いますので、盛大に穴を開けてもらいたいと思っています。それでは開目です。スリーパーだからの3連単一等軸マルチです。取り紙のリスクが非常に高いんですけれども、ナムラクレアとアネゴハダがどちらでもいいので来てくれると万馬券のチャンスも十分ありそうです。ここはお財布と相談で、日曜までひどい成績だったらこの3連複で行きたいと思います。公開は点数は10点で済みますので、硬いだろう点数節約派の方はこちらもご参考にしていただければと思います。以上、小倉2歳ステークスの予想でした。今週は土曜日の札幌2歳ステークスはブログで、そして日曜日の午前中の一クラと札幌メインの単調ステークスもブログで予想したいと思っております。
また先週の新潟2歳ステークスで3番人気のセリフォスを鉄板軸に指名して今年27勝目を挙げましたチャンネルメンバーシップですが、今週もメンバー限定情報を配信したいと思います。馬体重まで確認して熱々の情報を発信することもありますので、配信がギリギリになる場合もございますが、27勝9敗かつ現在3連勝中ですので精度は高くなってきました。ご興味のある方はどうぞご検討のほどよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。